イスターからの挑戦状の話聞いた？マイスター？まあリリンは知らんくても仕方ないか。マイスターは GB4 で最強のプレイヤーや。打ち立てた記録は数知れず、大会も出ては優勝が当たり前。まさにその名にふさわしい実力の持ち主なんや。そのマイスターが考えた高難度のミッションが期間限定で開かれてるんやって。僕らもだいぶレベルアップしてきたし、ここで一つこのミッションで実力を試してみいひん？二人がやりたいなら、私も習ったことを試してみたいし。よし、決定やな。報酬もええはずやし、そっちも期待できるやろ。マイスターの挑戦受けて立つで。二人とも気合い入れてや。おお。なんかさっきからめっちゃ温度差あらへん？まあええか、君もテンション上げていってや。ミッション開始だね。まわたれ。そう、本気でいくで。そう、そう、次のフィールドへ行こう。やっぱり敵が強いな。さすがはマイスターからの挑戦状やな。そう、この難易度でもリリンはケロッとしとるな。けど
戦力的には恐れ気味やし、このままやったら自利品になってまいそうや。そうや、前みたいにガツンと覚醒かましてや。なんて、今行く場合にはいかへんか。あれ、そんな簡単に使えるもんやないもんな。なんとか乗り切るしかあらへん。おりゃやね。こいつは手強いで。
おかげでマイスターからのミッションクリア達成や。リリーもすごかったで。元からセンスあったけどさらに上手くなってるわ。タオがいろんなこと教えてくれたからありがとう。ええー、よええー、よ、僕も教えるの好きやし。それに今回はバグもなかったみたいやし、文句なしの実力クリアでバンバンさやね。バグ？よくわからないけど、二人とも嬉しそうだし、よかった。なんだか騒がしいね。せやね、なんかあったんかな。ミッションお疲れ様。私からの挑戦状クリアしてくれたみたいだね。え、私からのって、ママ、タオのお母さん？おかんちゃうよ！マイスターチン！本物ですか？ああ、私のアバターキットは発売されていないからね。正真正銘、本物だよ。マイスター、最強のプレイヤー、そんな人が私たちに何か用？前にチーム戦で覚醒を使ったプレイヤーがいたと聞いて興味を持ったんだ。ミッション中も君たちが戦っているのをモニターで見させてもらっていたよ。覚醒を使ったというのは君だね。あの技は誰でも使うことができるわけじゃない。ガンプラを愛しバトルを愛している者こそが使える技なんだ。君は素晴らしい才能を秘めているみたいだね。マイスターに認められるなんてすごいやん。僕も嬉しいわ。タオが褒められたわけじゃないのに。別に自分やなくても仲間が褒められるってええことなんやで。もちろん君たち二人も見事だった。これからの成長を感じさせるものだったよ。そう言ってもらえて嬉しいです。僕らマイスターレベルを目指して頑張ってるんです。なるほど。だったら次はクラン戦に挑んでみてはどうかな。ほらちょうど今告知もやっているよ。なるほど、ガンプラバトルとはこういうものか。はいはい、レッコです。さあ今日も GB4 ニュースの時間の始まりですよ。本日のトップニュースはこちら。クラン同士による熱き戦いの開幕。そうです、皆さんお待ちかねのクラン戦が間もなく開催となります。チームワークが試されるこのバトル、日頃の練習の成果をぶつけ合う白熱の舞台となることでしょう。詳細は追って告知するということで、楽しみに待っててくださいね。以上、レコがお送りいたしました。バイバイ。多くのクランと対戦することで個々の力だけでなくクラン全体の実力も伸ばせるだろう。君たちなら十分に結果を残せるはずだ。はい、ありがとうございます。クラン戦挑戦してみます。では
君たちの戦い期待しているよ。あのマイスターチンに直々に声をかけられてもうた。夢みたいやったね。いや、もしかしたら夢かも。リリン、ちょっと頬をつねてみてくれへん？ガンプラの頬をつねるの？壊れちゃうよ。ボケやんか。まあもうこの感動がなんでわからへんの。今日のタオなんか変。でもあのマイスターって人からすごい力を感じた。あなたに似てるかも。見たくなくても見てください。モニター前の皆さん、こんにちは。毎度おなじみのレッコです。そしてこちらもおなじみの、みんなガンプラ作っているかな、ミスターガンプラです。よろしく。はい、というわけで私とミスターの2人でお送りします。いよいよ新たなクラン戦が始まりますね。私もうワクワクです。私もだよ。どんな熱い戦いが見られるのか胸が躍るね。下馬評では圧倒的な戦績を誇るマイスタージンの活躍が予想されていますが、どう思われますか？もちろんマイスターの活躍は楽しみだが、新たな才能はどこに眠っているかわからない。この大会でそれが開花することを願っているよ。そうですね。マイスターの牙城を崩すニューフェイスの出現にも期待したいところです。いよいよクラン戦が始まるんやな。腕が鳴るで。ちょっと身構えちゃったけど、私たちみたいな初心者クランでも参加できるものなんだね。うん、参加するのに腕前なんて関係ないもん。参加資格はただ一つ、人数が6人以上おるクランっちゅうだけや。その点うちはバッチリやからね。まずは僕で1 2 3 4 5 5。足りてないじゃない。あれおかしいな。絶対6人おったはずなんやけど。ミスター、そりゃ、ミスターどないしたんやろ。ここにこの時間集合やってクラメンバー全員に連絡回したのに。ちょっと待って、ミスターってクランに入ってたっけ？あ、何やってんの。そう、タオさんを責めないであげてください。ミスターさんはあの存在感ですから。あ、そっか、確かに存在感は通常の3倍あるもんね。じゃなくって参加メンバー足りてないじゃん。一体どうするの。それなら今からでも入ってくれる人を探せばええやろ。と言いましても、そのような方がそう都合よく見つかるとは思えませんが。だったら俺はどうだい、お嬢さん。え、あの、失礼ですがどちら様でしょうか？俺は真島、参加不可能を可能にする男だ。ああ、やはりクランに入っていただける方はそう都合よく見つからないのでは。ちょっと待てって、俺がいるって言ってるだろう。あんたのはただのナンパ目的でしょ。
うちのクランメンバーにちょっかい出さないでよね。おいおい、そう怒るなよ。可愛い顔が台無しだぜ。え、可愛い？じゃなくって、あんたみたいなのお断り。どうして？一人増えればいいんでしょ？チームワークが大事なクラン戦で誰でもいいわけないじゃない。こんなチャラそうな人なんて。おっと、チャラいかどうかはともかく、実力は保証させてもらうぜ。これでも場数は踏んでるからな、戦力としても男としても当てにしてくれ。何適当なことを。いや、腕利きなのはほんまかも。このガンプラのクオリティは見事なもんや。では試しに加入してもらい、実力を見せていただくというのはいかがでしょう。そりゃ俺も望むところだ。実際に見てもらった方が早いからな。俺のかっこよさは。これはダメなパターンだよね。ナンパのことしか考えてなさそう。そう褒めるなよ。じゃあ早速行こうか。お嬢さんたちの視線を釘付けにするぜ。おいおい、何が悲しくて野郎3人で刺激なんだ。予定じゃ窮地を救うヒーローとしてチヤホヤされるはずだったんだが。そりゃあれだけした心見えやと遠ざけられて当然とちゃん。だからってメンバーを男で固める必要なくねえか。でもこの戦いはヒーナたちも見てるし、アピールは十分にできると思うで。活躍したらの話やけど。そうだな、彼女たちにいいところを見せつけないとな。二人とも足を引っ張るんじゃねえぞ。ミッション達成や。
ミッション達成や。あれが今回の相手か。一応言っとくけど油断せんといてな。分かってるって。俺の実力お嬢に見せないといけねえしな。お嬢ってシーナのこと？慣れ慣れしい呼び方やな。別にいいだろ、どっからどう見たってお嬢って雰囲気なんだしさ。まあそれは否定せんけど。まあお前らは適当にやっててくれ。敵なんて俺が全部片付けてやるからよ。どうだお前ら、俺の操縦技術はそこらのやつとは違っただろ。やるやんマシマ、ほんまにすごかったね。けどそんだけの腕があるなら名前も売れて普通にモテそうな気もするけど。おいおい、モテてない前提で言うんじゃねえ。俺くらいの腕がありゃどこで何してようがモテるんだよ。ま、そんなことよりとっとと帰ろうぜ。お嬢が俺の帰りを待ってるんでな。よし、これでクラン戦初勝利やね。どうだい俺の活躍見てくれた？口だけじゃなかったみたいだね。なかなかやるじゃない。このくらい俺にとっちゃ造作もないさ。これからも任せてくれよな。次こそはお嬢たちと一緒にそれは考えさせてください。おう、よろしくな。今のはてよく断られたんちゃうの？だとしても考えてくれるだけ進歩してるってもんだろ。進歩の幅ちっさ。リリンちゃんもよろしくな。クランの一員として一緒に頑張ろうぜ。うん、よろしくマシマ。実力は申し分ないけどなんか信用ならないんだよね。まずはその軽口を直してほしいんだけど。これは手厳しいな。けど気の強い子も俺は好きだぜ。何言ってんの。変なことばっか言ってるとクランから追放しちゃうからね。あーっと、せっかくお仲間になれたのに追い出されちゃ世話ないな。じゃあ俺はぼちぼちやらせてもらうからよ。これからもよろしくな。めっちゃたくましいや。ガンプラの腕もやけど、あのタフさも見習いたいわ。なあ。はーい、皆さん、クラン戦楽しんでいますか？戦いとは常に二手三手先を読んで行うもの。AI の私なら数百手先は読めちゃいます。 GB4 のアイドルレコです。ミスター、よろしくお願いしますね。よろしく。今日はその可愛さの秘訣でも教えてくれるのかな。はーい、私の可愛さは AI プログラムとモデリングの結晶です。まさに現代の英知が結集したってわけだね。これは誰にも真似できない。
それでは早速クラン戦に関するニュースをお伝えしたいと思います。さてミスター、新たな対戦カードが発表になりましたが、ミスターの注目ポイントを教えてください。そうだね、優勝候補ではないけれど、私としてはこの対戦には注目したいね。これはどちらもまだ結成されてからの実績が少ない初心者クラン同士のカードですね。どのあたりが注目ポイントなんですか？意外性を見せてくれそうってところかな。このチームはちょっと話題になっていたしね。先日開催されたマイスタージンのチャレンジイベントミッションを面白い技を使ってクリアしたってね。私もその情報は聞いたことあります。見たことのない技を使ったとかなんとか。あ、ネットの書き込みなんで本当かどうか分かりませんけど。オンラインゲームだからそういった部分も含めて楽しめばいいと思うけどね。もう一方のチームも派手な実績こそないが、しっかりとした役割分担で着実にポイントを稼いでいる。基本に忠実ないいチームだと思うよ。多分他のオンラインゲームでも経験を積んでいるんだろうね。なるほど、初心者クラン同士の戦いでも見どころはしっかりあるということですね。どちらも結成して日は浅いが、きっと熱い戦いを見せてくれることだろう。我々が求める新しい目になるかもしれないしね。クラン戦や大会になるとマイスターの話題ばかりになりがちですが、新勢力の戦いにも大注目ですね。今の私たちのことだよね。なんかちょっと有名人になった感じ。私たちっていうよりあなたのこと。分かってたけど、ちょっとぐらい乗っかってもいいじゃない。そうだよな、こんだけ女性陣が粒揃いなんだから、そこに注目してくれたっていいのによ。マシマはほっとこ。にしても向こうのクランもなかなかやるとか言ってたよね。どんな相手でもどんと来いやで。このミッションも買って連勝と行こうや。タオってばすぐ調子に乗るんだから。いいんじゃないですか、勢いが大事なのは事実ですし。シーナの言う通りや、ここからさらに買って名を上げるで。その声にそのプレイヤー名、お前もしかしてうちのクラスのタオか。その声にその名前、セリト君。やっぱりか。へえ、お前もこのゲームやってたんだな。うん、セリト君も GB4 のプレイヤーやったんやね。バカ、俺は付き合いだよ。他ゲーのフレンドがやるって言うから仕方なくな。誰この人、タオの友達？まあそんな感じかな。友達っていうか、ヘタレなこいつを俺が助けてやってるって感じ。タオってクラスじゃ地味で、しかもビビリでさ。僕そんなのできないよっていつもこんな感じなわけ。笑えるだろ。そんなんだからダメなんだよなあタオ。うん、ああそういえば他にもあるよな。こないだ体育の授業で一緒のチームになった時もタオのやつがガチガチで。あなた、この場でプライベートな話を持ち出すなんてマナー違反ではありませんか？
おっと、悪い悪い仲間にかばわれちゃって、ここでもヘタレみたいだな、タオ。ちょっと、急に突っかかってきてどういうつもり？そんな怒んなって、たかがゲームだろ。どんな相手かちょっと気になったから偵察がてら見に来ただけだよ。そしたら偶然こいつがいたってわけ。ま、タオが相手なら楽勝だな。いや、ビビリのお前は出てこないか。どっちにしたって勝つのは俺たちのチームだけどね。ごめんな、リン。僕の知り合いが迷惑かけて。タオもタオじゃない？言われっぱなしで黙ったままで。僕、あいつ苦手やねん。あんな風に上から来られると怖くて動けんくなってまうんや。次の試合あいつが出てくるんやったら僕出ん方がええよな。いや、なおさらタオが出るべきだと思うぜ。え、なんで？あんだけ言いたい放題言われて、一泡吹かせてやろうって気にはならないのか？あのムカつく野郎の鼻っ柱をお前の手でへし折ってやんだよ。そうそう、今までの分やり返しちゃえ。あの方のことは存じませんが、ガンプラにおいてはタオさんの方が上だと信じています。やるなら徹底的にやりましょう。私も全力で応援いたします。私もそう思う。みんな、ほら、あんたからも何か言ったら。あ、そうだ、タオと一緒に出てフォローしてあげたら。あの技を使ってさ。あと一人は、私行きたい。いいんじゃない、二人が行くならバッチリでしょ。じゃあ三人とも頑張って。この機体はステータスが高いみたい。
ええ調子やね。ミッション達成や。そりゃあれ、お前が来たんだ。他のやつ任せにして逃げるかと思ったけど、まっザコが出てきてくれたのはラッキーだけどね。みんなに背中を押してもらったんだ。相手が来るとね、バシッと戦わんと。はい、大丈夫。お、うん、大丈夫やで、ね、今の僕なら、うん、大丈夫や。どうしろよ。おいおい、逃げんなよ。そういうとこゲームでも変わんねえな。そんなとろい動きで俺に勝てると思ってんのか。ああ、だらしねえの。そんなんだからお前はダメなんだよ。ありあいねえな。これなら他のゲームやってた方がマシだぜ。だいたい GB4 ってめんどくせえよな。わざわざ手間かけてガンプラ作るとか付き合いじゃなかったらやってねえっての。それにお前のクランの奴らもバカだよな。負けるって分かってんのにお前なんか選んでさ。ま、どうせ大したことない奴らなんだろうけどよ。お、なんだ、言いたいことがあるなら言ってみろよ。どうせ、いや別にとか言うんだろ。いつもお前はそうだもんな。すんなや。ああ、ガンプラを、クランのみんなを、バ
カにすんなや。僕のことはいくらバカにしてもええけど、ガンプラと僕の友達をバカにしたのは絶対に許さへん。セリト、待てよ、ちょっとからかっただけじゃねえか。何マジになってんだよ。そんな必死になって恥ずかしくねえのか。誰かをバカにすることしかできんやつの方が何百倍も恥ずかしいわ。それチームに勝ったんや。おめでとう、タオ。かっこよかった。何言うとる。勝てたんはみんなが追ってくれたおかげや。せやから俺を言うのはこっちやで。リリン、ありがとな。君もありがとう。男を見せたじゃねえか。スカッとしたぜ。立派でしたよ、タオさん。自分の思いを貫く勇気、とても感動しました。好き。好きって気持ちが大事。それが分かった。タオのガンプラが好きって気持ちが力になってたから。ああ、なるほどな。めっちゃびっくりしたわ。仮にリリンちゃんがマジだったとしても俺が許さなかったけどな。あんたはリリンの何なの。でもリリンの言う通りだね。私も見習わなくっちゃ。あの時は無我夢中だったんやけど、そう褒められるとこそばゆいわ。今日の戦いは誇っていいものですよ。タオさんだけでなく、お二人もお疲れ様でした。よーし、この調子で残るクラン戦も勝っていくで。もうすぐ調子に乗る。ま、今日ぐらいはいっか。はっきりしない人は死ぬらしいので、今日も元気にハキハキ喋っていきます。 GB4 のアイドル、レッコです。ミスター、今日もよろしくお願いしますね。よろしく。いや、今日も可愛いね、レコくん。君がバーチャルじゃなければ食事に誘っているところだよ。ミスターが私と同じ AI になってくれたら大歓迎です。人の努力ではどうにもならないね。さあ、クラン戦も今日で3戦目を迎えました。対戦カードの発表がありましたが、実力派クラン同士の戦いになりそうですね。そうだね。ここからはよりチームメイトとの絆を試される、クラン戦らしいバトルが見られると思うよ。それは楽しみですね。ますます盛り上がること間違いなしです。私も応援してますので、皆さん頑張ってくださいね。
さて次の試合か。そろそろ俺も活躍してところだな。ってことで俺とお嬢リンちゃんの仲良しフォーメーションってのはどうよ。はいはい、そういうのはなしで。シーナどうかした？失礼しました。何でもありません。ちょっと考え事をしていたものですから。憂い顔はお嬢には似合わないぜ。どうだい、気晴らしに俺とミッションなんて。今はクラン戦の開催中ですよ。冗談はアバターだけにしてくださいね。くっ、ダメか。だが俺のお嬢に対する気持ちはまず。いやあ、あれから随分活躍しているようだね。せっかくいいところだってのに、誰だ！前に一遍対戦したことある人や。名前は。私はカオス。一応フリーダムフリートというクランのリーダーを務めさせてもらっているが、しがないガンプラビルダーさ。へえ、そのしがない人が何の用？彼の勧誘だよ。一度対戦してから戦い方を気に入っていてね、ぜひ私のクランにと前から話していたんだ。何それ、私の知らないところでそんな話になってたの？短い付き合いだったな。向こうのクランに行っても元気でやれよ。追い出そうとするな。仲がいいようだ。羨ましく思うよ。それでどうだね、遺跡の話考えてくれたかな？前と同じでお断りやそうやで。当然だよね、ここで抜けるなんて。勝ち逃げみたいな真似したら絶対許さないから。そうか、本人のみならず周りまでもがそう言うとはな。だが私は諦めないよ。また来させてもらう。二度と来ないでよね。塩でも撒いといて。タオ、塩を撒く？そんな武装あったかな。そもそもここじゃ意味ねえだろ。どないしたんや、シーナ、深刻な顔して。あ、ひょっとして引き抜いてほしかったとか？タオ、それ笑えないんだけど。でもシーナ、さっきからおかしくない？なんかあった？あの、みんなもう時間。おっと、ほんまや、ミッションが始まってまう。まだメンバーも決めてへんのに。あの皆様、今回は私に行かせてもらえませんか？大丈夫かい、お嬢。無理するんじゃねえぜ。ええ、大丈夫です。私今日はどうしても行きたいんです。分かった、それならシーナに任せる。じゃあ残りのメンバーは。リリーさん、お二人にお願いできませんか？分かった。今回もご指名はなしか。仕方ねえ、お嬢のことは気になるが任せるぜ。よし、これでメンツは決まりやな。頑張ってきてや。
皆様に感謝しなくてはいけませんね。私の最後のわがままを聞いてくださったのですから。最後？どういうこと？実は家の事情がありまして、皆様と一緒にいられる期限が迫ってきているんです。もしかしたらこの戦いを終えると二度と会えなくなるかもしれません。シーナがいなくなったら寂しい。リリンさん、私も同じ気持ちです。ですがどうしようもないことですから、私は自分で道を選ぶことができないんです。シーナ、捕らえました。お出ましのようですね。いうことに従ってきました。家のためと納得もしていました。ですが GB4 を始めて私にも仲間ができて、皆様を見ていると本当にこのままでいいのかと考えてしまいます。たとえゲームの世界であっても、皆様は本気でバトルし、時には助け合い成長している。周りに流されるままだった現実の私よりも、仮想世界の皆様の方がよほどしっかりしていらっしゃって、ならば私も皆様のように。敵の増援。シーナ、
大丈夫です。後ろは私に任せて、お二人は前の敵を。ここまで接近を許すなんて。あっ、ダメなのですか。やはり私の力では。一人で耐える必要はない。シーナに何があったのかはわからないけれど、私たちはチームで仲間だから、何でも一人で耐える必要ない。チームで仲間。タオも前に勝てたのはみんながいてくれたからって言ってた。シーナはそうじゃないの？今まで周りが決めたことに流されてばかりで、誰にも相談できず一人で耐えていました。でもそうですね、ここでは GB4 ではそうではないんですね。シーナ、お二人ともご迷惑ご心配をおかけしました。私は大丈夫です。このまま一気にクリアしましょう。捕らえました。はい、当たってそこです。はっ、これはどうだ。今のが遊びか。カスタムパーツが地球に発動。見切った。なんだと。このままだと前に。そこで最後ってどういうことだよ、お嬢。お別れなんて嫌だよ。悩みがあるなら何でも相談してや。皆様っていうてもリアルの悩みじゃ僕らには何もできんかもしれんけど。いえ、そのお気遣いだけでも十分です。皆様が私の近くにいてくださっているだけでとても力になっていますから。おかげで自分の悩みにも立ち向かっていく勇気と覚悟ができました。そのためにもまだこのクランにいたいのです。もちろんや、ずっといてくれてええんやで。また皆様にご迷惑をおかけしてしまうかもしれませんが、仲間なんだから迷惑だなんて思わない。仲間、ありがとうございます。お嬢にはやっぱり笑顔が似合うぜ。本当にブレないね。そうですね。あ、シーラがいつもの笑顔になった。ほんまや、一時はどうなってしまうかとヒヤヒヤしてもうたでなあ、リリン。シ
ティーナ、また一緒にバトルしよう。ええ、もちろんです。私、逃げずに向き合ってみます。戦わずに負けを認めるなんて GB4 では考えられないですものね。くじけそうになったらまた今日のバトルのように協力してくださいね。未来を作るために私たちは変わるんだ。皆さんこんにちは。いよいよクラン戦も大詰めですね。大きく成長したクランもあれば、これからの課題を見つけたクランもある。有意義なクラン戦だったね。だがまだ気を抜いてはいけない。最後に予想外の相手との出会いが待っているかもしれないからね。なるほど、まだワクワクは終わらないってことですね。とここで最終戦の対戦カードが発表されました。このようになっております。最後の対戦相手は西脇エンジニアリングか。知ってるの？西脇エンジニアリング言うたら、ガンプラバトルでその名を轟かせた老舗のチームやで。プロチームの中でも強豪で、所属してるのも世界レベルの実力者ばっかりや。へえ、いわゆる名門チームって感じ？ずっと名門だったってわけじゃねえよ。むしろ昔は大会に出る予算すら足りないこともあったんだぜ。それでもあがいて試行錯誤して、腕とかスピリッツ的な何かとかで今の地位を勝ち得たんだ。詳しいんだね、マシマ。それにあなたが女性のこと以外でそこまで饒舌になるなんて。ひょっとして向こうのチームにめっちゃ可愛い女の子がいるとか？いや、残念ながらそういうわけじゃ。その期待、もしかして真島さんですか？真島さんですよね。誰だっけ？すまねえ、男の顔は覚えてられなくてよ。何言ってるんですか。僕です、勇気ですよ。冗談だよ冗談。そうムキになんなよ勇気。ああ、真島さんなんだか雰囲気が変わりましたね。お知り合いですか？申し遅れました。僕は西脇エンジニアリングの勇気と言います。真島さんがうちのチームにいらっしゃった頃お世話になっていて。西脇エンジニアリング、さっき言ってたプロチームでしょ。真島がそこにいたってことはプロビルダーやったってこと？道理で実力あるわけや。本当にすごい方ですよ。西脇エンジニアリングの中でも絶対的なエースでしたから、その手腕でチームをまとめ上げて全国大会に導いてくれたんです。よせよ勇気、もう昔のことだ。やっぱりチームメイトの方にも昔のことはお話しされてないんですね。真島さん、聞きましたよ。あの時真島さんがチームを抜けたのは。よせって言ってんだろ、今さら掘り返す話じゃねえ。それに男には知られざる過去の一つや二つ必要じゃねえかなあ。過去ですか？あなたがそう言うのなら僕は今の自分を見てもらいます。次のクラン戦、僕はエースとして出場します。
待ってますよ、マシマさん。勇気がエース。そうか。マシマさん、あの方と何かあったのですか？まあ、チームを抜けた時にいろいろとな。男の誘いじゃ気が乗らないが、あいつにああ言われたら出ないわけにはいかねえか。この試合俺も出させてもらうぜ。私も出たい。お？積極的じゃないか。パートナーに名乗り出てくれるなんて。いつもクールなリリンちゃんにそんな情熱的なところがあったとはな。今のどこが情熱的やねん。でもリリン、最近本当に積極的だよね。前の試合もそうだったし。いろんなこと経験して知りたい。今はそういう気持ちがあるのかな。いい傾向、いい傾向。じゃあよろしく頼むぜ。で、あと一人は、まあ今のあいつらを相手にするにはお前の力は必要か。分かった、このメンツで決定だ。じゃあ拝みに行くとするか。今のあいつってやつをよ。どうして前のチームを抜けたの？ド直球な質問だな。ねえ、リリンちゃんにはかなわないで。答えたくない？つまんない話になるが、それでもいいか？うん、聞かせて。そう聞かれちゃ仕方ないか。勇気の言っていた通り、俺はエースとしてチームを念願の全国大会出場に導いた。だが大会に参加するための予算がどうしても工面できなくてな。出場自体もやむなしか、そう思っていた俺たちの前に折よくスポンサーが現れてくれたんだ。じゃあ出場できたんだ。ところが資金提供の条件は向こうが推薦するビル。となると当然元いた誰かが抜けなくちゃならないってこと。それがマシマ？うん。でついでにチームからも抜けたってわけだ。そのままチームに行き着けたって後腐れが残って面倒だしな。ほらな、つまんねえだろ。さあバトルを続けるぜ。当たって。順調だね。Come on.
面倒なやつが出てきたな。フィールドへ行こう。真島さん、来てくれたんですね。あんだけ熱いアプローチを受けたんだ。答えないとカッコ悪いだろ。そうですね。あなたはいつだってカッコよかった。お面を着せられたまま黙っていなくなるなんてカッコよすぎですよ。お面、あの時チームから外されるのは僕のはずだったんですよね。だけどあなたはそれに反発して出場を辞退した。そのおかげで僕は出場できたものの、結局チームは初戦敗退。身勝手な行動が敗北を招いたとして、全ての責任をあなたが負うことになる。それがチームを抜けた本当の理由？まあ、身勝手な行動だったのは本当だしね。僕はあの時何も知らず何もできなかった。あの時僕が代わりに勝てていればあんなことにはならなかったので。それをずっと後悔してたってか。まったく真面目なお前らしいね。だから今日ここで僕はあなたを倒します。あなたの代わりに、いえ、あなたよりも勝てるようになったと証明するために。どうしたんですか。あなたの本気はこんなもんじゃないでしょう。まったく、買いかぶらないでくれよな。あの時だって俺が出てれば勝てたなんて保証はどこにもねえだろう。そうですか。それが本気というのならば、
お前、マシマ大丈夫？こんなカッコ悪い姿を見せるつもりはなかったんだけどな。お前はいつも本気だな。正直羨ましいぜ。いつからだろうな、本気になるのが面倒になっちまったのは。あの時全部に失望して諦めて何もかもバカバカしくなったんだ。じゃあどうしてマシマはここにいるの？ガンプラバトルってバカバカしい？それは戦闘中に足を止めるなと、それがあなたの教えだったでしょう。何？まったく本当にバカバカしいぜ。一番好きで一番やりたいことをやるのに本気出さずにどうするんだって話だよな。マシマさん、勇気、お望み通り俺の本気を見せてやる。だがな、本気になったこの俺からダメージを奪えると思うなよ。ここで決める。それに受けたいんですよ。シューティー、甘く見ていたつもりはありません。シールドが、そこだ。甘く見ていたつもりはありません。当てる。当たって、はい、ここで決める。ここで決める。昔に教えてなかったら奥の手は取っておけ。あ、そうだろ勇気。やっぱりあなたは強いな。今回ばかりは俺だけじゃねえ、あいつらが一緒に戦ってくれたから勝てたんだよ。西脇エンジニアリングに勝てたで。これでクラン戦全勝や。マシマもみんなもすごかったで。マシマさん、素晴らしい活躍でしたね。あれがあなたの本来の力ですか。お嬢、俺のことを認めてくれたのか。なら本気を出した甲斐があったってもんだな。もうそういうところだよ、せっかくいい戦いしたのに。おめでとうございます。クラン戦全勝ですね。これでクランのランクも一気に上昇しますよ。次からの相手はもっと手強くなりますね。その点は問題ねえ。本気の俺が出ればどんな相手でもどうにかなるさ。それにうちは俺以外にも頼もしいやつばかりなんでな。
そうみたいですね。あなたが素晴らしい仲間に恵まれたこと、僕も嬉しいです。いつかまたお手合わせ願います。その時は我が西脇エンジニアリングがリベンジしてみせますよ。素晴らしい仲間。ああ、そうだ。みんな本当にありがとうな。それで改めてお願いするぜ。これからもチームの一員としてよろしくな。どないしたん、急にかしこまっちゃって。あ、いや、まあ、結構なし崩しな感じでチームに入ったからな。一度改めてちゃんと言っておいた方がいいかと思ってよ。わざわざ改めて言わなくたって、チームの一員になっていますのに。わしまって変なところで律儀なんやな。本当だよね、普段あんなに適当なのに。あのな、まったく、これじゃ道化だぜ。